さあ入ってきたのは、平畑さんのだとですね。さあ垂直ジャンプはこれオロ戦でよくオロ側がダド側に対してよく見ます。さあゲージ、お互い状況 OK か。中段立ってカニかくったがジャンプ台パン下に長い、しっかり追撃を入れた井上さんが裏っぽかったですね。はい、これも同じタクかな。一回捕まったらこうなるまずやばいですね。さあいつの間にかカニを埋めてゲージを払っていく。3ゲージだったのでしっかり出していく。さあこれかかむずいがしっかり出していく。やっぱ陣中薄かったところをしっかり見逃さないようにしたいですね。さあ垂直で読み合ってお互い相打ち。さあ弱ジェットアッパーも見せていく。ジャンプナイパンが下に長い。さあ始まってしまう。どこかで抜けたい。あ2個使っていく。さあ変えてきた。これが1なんじゃ終わないが、さあ次ケアスカードはねまだあるが、逃げてやジャンプ台系。さあ6中パン対空になった。シャガ大発動は割れそうだな。さあ二王力をだんだん打っていく。ジャブを転くのは平畑さんのだったりですね。さあ非常に下がって台形をしっかり入れている。モクスレやって移動投げ。ああしゃがみ中継、宇宙パンも使っていく。井上さんのオーラ歩いてしゃが台発動。さこれはいろいろあったんですけど、スーパーアーツまでしっかりキャンノンキャンで出してたので間に合ってたっすね。さあこれでお互い1対1か。開幕 A のジャクターまで大事を取っていきます。さあ逆に画面端背負わせていく展開。さあここはしっかりダッキングで追いかけたんですけど、さあやってない。でさあこれ届かなかった。しっかり金中パンからの押し置きを入れていく。大きい攻め。さあしっかりガードした。立ち場が届かない。めくりしっかりガード。オロもしっかり遠ざけている。5番で落とす。かくってそうな飛び。ゲージをしっかり回収。さあ垂直にはジャンプからいく。さあ密着地上折り際でしたが、さあこれはコークで前進。しかし追撃をしている。さあ読み合い。さあスタンチ真っ赤だが攻めに行く平畑さんのダッドリー。さあジャンプ中継でスタンから